ソドートーでは、みんなが一生懸命働いていた。なぜなら今夜は、ハロウィンだ。機関士たちは、ハロウィンの衣装をまとった子供たちを見るのが大好きだ。トーマスとエミリー、君たちには精錬所に行ってもらいたい。大事な鉄の配達だ。今すぐに取りに行ってくれ。二台はそろそろと、精錬所の格納庫の中へ入っていった。するとその時、防水シートがエミリーの煙突から踏み板まですっぽりと覆ってしまった。トーマスは、エミリーがお化けだと思った。お化けが僕らを追いかけてくるんだ。パーシーは震え上がった。そこへ、エミリーがやってきた。防水シートが心房に引っかかり、カライと落ちた。お化けじゃないよ。あれはエミリーだよ。エドワードは、絶対ティドマス機関庫で休むべきです。ウェルスワースの機関庫の方が都合がいいんだ。エドワードの視線の始発駅だからね。ドックハムハット、今日はこれからは僕もビカーズタウンで休んでもいいって。なんだって。お前が急行列車を引けばいいさ。俺様は操車場で貨車を入れ替える。トップハムハット卿は何もかも変えようとしているんだからね。ゴードン、落ち着きなさい。いい加減にしないか。俺様はどこにも行かないぞ。ここにいつまでもずっといる気なんだよ。はあ、何かが変わるのって辛いわよね。私もたくさんの変化を経験してきたわ。だけど覚えておいて。なんだ。どんなに離れても、友達は友達だって。ありがとうニア、昨日は意地悪な態度をとってすまなかった。ありがとうゴードン、あなたと友達になれたら嬉しいわ。ああ、俺もだよ。今日、アニーとクララベルを修理に出すことにしたよ。寂しいよ、君たちなしであの難しいカーブをどうやって曲がったらいいんだろう。難しいカーブだ、難しいカーブだ。トーマス、そんなに落ち込むなって。僕は難しいカーブを曲がれない。アニーやクララベルがいないと役に立つ機関車になれないんだ。君は本当に役に立つ機関車だよ。それに陽気で楽しい友達さ。すると突然、厄介な貸たちがトーマスの方に突進してきた。トーマスがどんどんスピードを上げていく。そして貸たちを追い抜いた。そしてついに自力で難しいカーブを曲がりきった。暴走貨車がやってきます。早くポイントを切り替えてください。新しい駅を救ってくれたそうだな。お前はとても勇敢で役に立つ機関車だ。ありがとうございます。でもディーゼル整備工場には飾りがあまりない。ディーゼル店はそれが不満だった。あれ、クリスマスツリーはどこだい？うん、どこだろう。朝にはここにあったのに。よーし、はははは、こいつは俺たちだけのクリスマスツリーだぞ。あと必要なのはイルミネーションだ。彼らはディーゼル整備工場までやってきた。僕たちのクリスマスツリーがあるぞ。だって不公平だろう。お前たちはたくさん飾りを持ってる。どうせみんなディーゼル機関車より蒸気機関車の方が好きなんだろう。そんなことないよディーゼルって。トックハムハット卿はみんなを大切に思っているよ。あはははは、ね、見てください。トックハムハット卿が僕たちにプレゼントをくれました。ほらね。トーマスは小さなタンク機関車、いたずらっ子でよく仲間をからかうでっかいゴードンだって。お構いなしだ。起きろよ怠け者。ふう、トーマスめ、覚えてろ、いつか仕返ししてやるからな。ある朝、なかなかトーマスの目が覚めない。釜の火が消えてしまったのだ。トーマスが駅に駆け込むと、ゴードンが待っていた。フスフ、このゴードン様を舐めるなよ。よし、今だ。客車が着くと、ゴードンは自分と客車を連結した。普段、トーマスは大きな列車を後ろから押してスタートを助ける。ところが今日はゴードンがあまりに早くスタートしたので、駅員は連結を外し損なってしまった。もうダメだ、車輪が壊れるよ。かわいいトーマス君、大変な仕事とはどんなものか分かったかね。トーマスは答えることもできない。
止まらないウィンストンというお話。ガタガタだ。うん、これはひどい。このデコボコの線路をできるだけ早く修理しないとダメだな。あの、すみませんがブレーキを。でもその時、ウィンストンは途中で伝えるのをやめた。そしてそのまま動き始めたのだ。どうしよう、助けて。このままじゃぶつかっちゃう。あれ、どうなってるんだ。何が起きたんだ。分かりきったことだ。ガソリンがなくなったんだ。だから止まったんだよ。だけどこうなったのはあの時ノックハムハット卿がブレーキをかけなくて。しまった。ありゃりゃ。紹介しよう、レベッカだ。皆さんよろしくです。おはようです、エミリー。わあ、みんな朝早く仕事に出かけるのですね。それは僕たちが役に立つからだよ。特に僕はね、僕はとっても役に立つんだ。私も一生懸命頑張ってみんなに認めてもらうのです。レベッカは猛スピードで走って予定より早く到着した。そのせいで他の機関車の邪魔になっちゃった。俺のホームにいるのは誰だ。邪魔だぞ。ごめんなさい、大急ぎで移動しますね。ゴードンの言う通りだ。君はどの場所にも行くのが早すぎるんだ。だって祖道鉄道のみんなはすごく速くて強いって言います。しっかり時間通りに走ってくれればそれでいいんだ。君ならすぐになれるよ、レベッカ。ははは。いやー、我が弟よ。これからまた会えたな、シンイリさん。私の名前はレベッカです。それとどうしてゴードンのことをちゃんと名前で呼んであげないの。失礼しますね、ゴードン。ビルかな、ベンかな、というお話。ビルとベンは双子の短期機関車だ。彼らはとてもよく似ている。こんにちは、コナーだ。僕はビルだよ。僕と競争してみないかい。スタート。どこの誰であろうと赤信号を無視することは許されないぞ。あれ、おやおや、一体何があったんですか。あ、君たちそっくりじゃないか。僕を騙したんだね。ノックハムハット卿の指示でビルのボディは違う色に塗り直されることになった。やあコナ、僕が誰かわかる。また競争しない。ふむ、確か青い色になったのはビルだけだったはず。いいよ、祖道整備工場まで走ろうか。僕の方が早いかもしれないよ。ある日、チャーリーは貨車を受け取りに行く途中、とてもびっくりするものを見た。このままじゃゾウさんが危ない。なんとかしないとまずい。ゾウ、線路にさ、ゾウさんがいるのを見たんだ。僕たちの後ろの方だよ。今は新しい冗談を聞いている暇はないんだよ。お客さんを乗せているんだ。でも本当だって、後ろの方にいるんだよ。後にしてチャーリー。誰も信じてくれないんだよ。でも線路にゾウさんがいるのを見たんだ。ゾウがいるだって本当かい。さあ一緒にそのゾウを探しに行こう。見つけたぞ、多分あれがゾウだ。ブレンダムの港の方だ。ついてきてくれ。いいぞチャーリー、ゾウが乗ったぞ。いつも冗談ばかり言っていると誰も本当のことを信じてくれないことにチャーリーは気づいた。もう冗談なんて言わないようにしようと彼は決めた。フクロウが鳴くと深い霧になるんだ。霧の伝説には幽霊はつきものだ。テンリー、錆びれた線路だから気をつけて走るよ。あ、あれはなんだ。黄色信号だよ。注意して徐行すればいいんだ。彼は木のそばに止まった。看板には陸橋につき注意と書いてある。あ、線路係のコートがあるぞ。すると駅の建物がぼーっと光っているではないか。幽霊だ。エドワードの言った通りだ。幽霊だ。急げ急げ。あっと、止まれ止まれったら。ヘンリーは目いっぱいブレーキをかけたが、貨車が瓦礫を跳ねて谷間に突っ込んだ。あれはなんだ。母、あれが幽霊の正体だ。線路係のオールドベイリーだよ。歌うシドニーというお話。
ドニーはとても真面目なディーゼル機関車だ。そう。だが、彼はとても忘れっぽい性。パーシー行ったら故障しちゃったんですか？そりゃ大変だ。これはな、とても大事な仕事だぞ。港で車輪を受け取ってその整備工場へ運ぶんだ。僕が忘れっぽいのを知ってるでしょ？パーシーの新しい車輪を運ぶんだけど、大切な友達をがっかりさせたくないんだよ。僕は大事なことがあるときは、それを歌にして忘れないようにしているよ。はははは、それいいね。あははいききだいちなしごと。まったく、シドニーは一体どこに行ってしまったんだ。お仕事完了です。だが、ファーシーの車輪運びはどうなった？な何のことでしょうか？はあ。雪だるまのファーシー、というお話。お茶の時間にクリスマスのイルミネーションを点灯させるんだ。だから、ナックフォード駅から町の広場まで私を連れて行ってくれたまえ。わかりました。やあ、パーシー。うん。僕はもう仕事が終わるのに、次の仕事をまだ何も任されてないよ。この場所で待っててね。大急ぎで仕事を終わらせてくる。すぐに戻ってくるからね。跳ねた雪が思い切りパーシーにかかってしまったが、トーマスは全く気がつかなかった。雪で加湿の火が消えちゃったから、もう一緒には走れないや。パーシー、すぐ戻ってくるよ。だから、待ってて。街の広場で、トップハムハット卿がクリスマスツリーを点灯させると、子供たちは歓声を上げた。みんな、クリスマスの特別なプレゼントだよ。大きな雪だるまのパーシーだ。おはよう、ウィフ。忙しそうだね。そうなんだ、トーマス。おしゃべりする暇もないんだよ。心配ないよ。君がここへ戻ったら、助っ人が来てるから。スクラフって名前だよ。僕がこれから港へ迎えに行くんだ。ブレンダムの港では、スクラフがトーマスのことを待っていた。やあ、スクラフ。迎えに来たよ。やあ、トーマス。ザブザブ洗って水で流して、君をきれいにしてあげる。スクラフは慌てて走り出し、すごい勢いでその場からいなくなってしまった。彼は側線に入っていき、姿を隠した。ねえ、スクラフ、ゴミがたくさん乗った貨車が君を待ってるんだ。案内するから行こうよ。それを聞いて、スクラフが隠れていた場所から外へ出てきた。やはり彼は、早くゴミの片付けをしたかったのだ。ギドマス機関庫は修理が必要だ。その間、君たちには別の場所で休んでもらうことになる。あの、エドワードは僕ちゃんの機関庫へ来ればいいと思います。猛スピードで走ったことある？そのせいで大変だったことは？僕はそろそろ眠りたいんだけどな。エドワードお願い、早く起きてよ、エドワード。近い。だから一晩中おしゃべりすることができないんだ。そっか、言ってくればよかったのに。僕ちゃん時々しゃべりすぎちゃうよね。そうか、エドワード、ウェルスワースの方に移りたいならそれでもよいぞ。でもいなくなると寂しいな、エドワード。これからも今までと同じように会えるさ、いつだってね。じゃあミッドマス機関庫には誰が代わりに来るのかしら？そうだね、一体誰が来るんだろう。今から楽しみだね。頼りになる、エドワード、というお話。ゴードンが丘で動けなくなってね。君が行って後ろから押してきてくれないか？急行列車のお通りだ。ありがとうって言葉一つ言ってくれないんだね。はあ。本当はお前の助けなんていらなかったんだ。たまたまお前があの場所にいたから頼んだだけだが、俺様は頼りになるし、それにものすごく早いんだよ。そうなんだ。じゃあ明日の朝僕の後ろについて走ってよ。あいつに騙されたんだ。スピードが遅すぎた。お前の助けが必要なんだ。約束する。頼りにならないなんてこれからは絶対に言わないよ。分かったよ、ゴードン。ちょっとは反省してくれたみたいだしね。でも何か言い忘れてない？ありがとう。ありがとうな、エドワード。ドナルドとダグラスはスコットランド出身の双子の機関車だ。ある日、
ドナルドとダグラスは郊外の線路を重い荷物を引っ張って走っていた。そうだ、止めてくれ。監視がブレーキをかけたがなおさ、あんたがブイブイ奥から荷車に突っ込んだんでしょうか。何を言うんですか。あんたがブイブイ引っ張ったくせに。ダック、なんであの貨車を別の線に移さないんですか。だって君が別の線に移したいって言ったじゃないか。ダグラスならすぐに分かってくれるのに。翌日ドナルドは不機嫌だった。危ない。しかし手遅れだった。ドナルドが事故を起こした。ドナルドが事故を。それ早くいかにゃ。ありがとうダグラス、それに本当に許しておくんなさい。いやいや、私こそ許しておくんなさい。あは、どっちが悪いかで喧嘩なんかするなよ。ケニーの心配というお話。やあヘンリー、今日は孫たちをウィンストンに乗せてやってるんだ。あ、二人とも最近ずっと家にこもっていたよ。水疱瘡にかかったからね。水疱瘡？あ、エミリー、トックハムハット卿のお孫さんたちにプツプツができちゃったんだ。ムズムズチクチクするんだって。心配しすぎじゃない？やあヘンリー。うわ、プツプツだ。これは大変だぞ。エミリーは間違ってた。僕たちにもプツプツができるんだ。ああ。わあ。ベッキー、ドロー、そんな僕はてっきりプツプツができたんだと。その通り、機関車は水暴走にかからないぞ。その頃コナーはメインランドでソドー島に向かう乗客を乗せていた。あまりにも人が多すぎて客車はもう満員だった。ああどうしよう、僕たち置いていかれちゃうよ。心配しないで待ってて、約束するよ、必ず戻ってくる。この大雪ではどうしようもない。本線は通行止めにする。コナーはどうなるんですか。コナーを待っているお客さんもいます。最終列車はどうするんですか。よし、ではこうしよう。なんとかみんなで雪かきをして、コナーがお客さんを乗せて走れるようにしてくれたまえ。今夜は本当に素晴らしい仕事をしてくれたな、コナー。ありがとうございます。でも、みんなが助けてくれたからですよ。ああ、その通りだな。お客さんが全員クリスマスまでにソドー島に戻ってこられたのは君たちのおかげだ。よくやったな、みんな。メリークリスマス。そして、おやすみ。素敵なクリスマスを。おやすみなさい。パーシーのお守りというお話。運が悪いって、車輪もちゃんとあるし、ピストンだって揃ってるじゃないか。君は間違いなくとっても幸運な機関車だよ。そうだけど、でも今日は僕、いいことを思いついた。幸運のお守りを君にあげることにしよう。ありがとうスティーブ、本当にどうもありがとう。パーシーはお守りを落としたことに気づかなかった。パーシー、おい待って、パーシー、ああ、やれやれ。お守りのおかげで今日は運が良かったよ。運を引き寄せてくれたんだ。だけどね、ごめんなさい、なくしちゃったんだ。でもパーシー、ここにあるよ。出かけるときに落としていったんだ。ってことは、遅れずに郵便配達ができて特別な仕事を任されたのは君自身の運が良かったんだ。そういうものさ、いい時もあれば悪い時もある。本当に気をつけてね、レベッカ。そんな、大丈夫です。貨車を運ぶくらい問題ありません。レベッカと一緒だ、レベッカと一緒だ、レベッカと一緒だ、レベッカと一緒だ。まっ、ふふふふ、単独トラブル発生なんじゃないか。危ないです、ジェームス。どうもいたずらかしゃ引いて、甲羅割ったし、ニコ。嘘だ、信じられない、一緒に歌ってるなんて。まったく、君たち、今日は一体どうしたというんだね。揃いも揃って皆が何かしらトラブルを引き起こすなんて。止まります、止まりますから。おお、おおい、レベッカー。はい、私です。翌朝、ゴードンが重い貨車を引っ張りながら走っていた。どうだ、貨車ってのはこうやって引っ張ればいいのさ。
ところが信号士が誤ってポイントを視線に切り替えたままだったゴードンは知らずに視線に突入していった。大変だ、急行列車が地に入っちゃまずいぞ。視線はゴードンの重さを支えきれない。線路のターンだ。うおう、助けてくれ。そしてさらにそのまま突っ走った。幸い怪我人はなかったが、今のゴードンには威厳も何もない。あら、ジェームス、本当に真っ赤になってるなんて。僕もクロバンズゲート駅へ行くんだ。競争する。赤い機関車で一番速いのはどっちか決めようよ。いいわよ、面白そうね。ははは、よーい、ドン。ジェームス、スルー。あ、信号が赤いよ、ジェームス。お、そんな、止まれ。止まった、よかった。ごめんよ、ヘンリー。もう、どうしよう、止まれないんですけど。はあ、うわ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 、もう、どいてよ。すみませんでした、ごめんよ、老人。君のくれた素晴らしいアドバイスをちゃんと聞いておくべきだったよ。でも、一つ証明できたことがあるわね。さっきのあなたは、確かに初動灯の赤い機関車で一番早かったわ。こんにちは。お、ヤンヘンリー、見ての通り今日は大忙しでね。ちょっと待ってくれ、便器を持って来させるから。はい、どうぞ。ボディは鮮やかになり幸せな気分だった。ところが日が沈み辺りが暗くなると、なんだか不思議なことが起きた。ヘンリーが光り始めたのだ。実はケビンが間違った便器を持ってきていたようだ。それは暗いところで光る天気だった。ちょうどその日の仕事を終えたトーマスがヘンリーを見かけた。え、あれはなんだ、幽霊だ。ヘンリーは間違えて特殊なペンキを塗られたんだ。しかしだな、今夜は一人で仕事を良くしてくれたな。頑張ってる君はキラキラ輝いてるぞ。ありがとうございます、ははは。そこにいるのは誰です？僕はオリバー、一緒にいるのはブレーキ車のトードです。逃げ出すところです。え、またどうして？スクラップにされそうなんです。さあ、私が引っ張りますからね、ついてきてくださいよ。ところが息を抜けようとした時、作業員に呼び止められてしまった。おや、これは大西武鉄道の機関車じゃないか。これを引っ張っていっちゃいかん。いや、このスクラップを引き取るところなんですよ。どうやらそのようだな。よし、とってもいいぞ。いや、危ないところでしたな。ありがとう、本当にドキドキしちゃったよ。あの、もう一台機関車を増やしてくれませんか？ぴったりなのがいますよ、オリバーです。君の機関士から聞いて全て知っていたんだよ。そのオリバーは今、修理工場にいる。わーい、やった。はあ、ヘンリーかゴードンかというお話。ああ、確かにヘンリーなら急行を引けるな。いい考えだ、トーマス。はじめは少し緊張していたが、すぐに楽しくなってきた。急行列車の通りがない。それは俺の仕事だぞ。もう急行列車を引く仕事に戻ってもいいですか？いや、ダメだ。今からブルーマウンテンの採石場に行ってくれたまえ。だから、静かにしろって。静かにしろって、あはは。そして、今度はいきなりブレーキを外した。うわぁ。ほう、素晴らしい。ようやく頼まれた仕事、ちゃんとやり抜いたな。まあいいだろう。急行列車を引く仕事に戻りなさい。ええ、本当ですか。ありがとうございます。